パリパックジョルジュイコールサンクオー通りの本社及び、機関店ジバンシーは、ユベールドジバンシーが1952年に設立した、フランスのファッションブランド。パリパック、モンテーニオー通りに、本店内式帰還店、ドークジョルジュイコールサンクオー通りに本社及び、機関店がある。ディオールやフェンディなどと同じ LVMH 系列に、属する。ジボンシー、ショートドレスハットをオーンバイ。 オードリー・ヘップバーミン・ン・1961、ムービー・ブレイクファスト・アット・ティファニーズ・服飾、装飾品、香水及び化粧品などのファッション用品を展開している。アルファベットの G を四角くアレンジして4個重ねたロゴが特徴。LVMH グループではディオールに次いで2番目に大きい部門となっている。各シーズンの最新商品はパリコレクションで発表している。 有名な顧客に、オードリー・ヘプバーンやギネスや、モナコ対抗家のグリマルディ家やケネディ家がある。ヘップバーンは、うるわしのサブリナ、オシャレ泥棒、シャレード、ティファニーで朝食をなどの映画で、ジバンシーによる衣装を着用した。また、ケネディ家の女性たちが、第35代アメリカ大統領ジョン・カイ・ケネディの葬儀において、ジバンシーのデザインした模服を着ていたことも有名である。 アパレル系商品は長らくセレクトショップを展開するサードカルチャー社がメインディーラーとなっていたが2014年の表参道路面店オープンにより LVJ 自社でも輸入販売を行うようになったコスメ、香水類はパルファムジバンシージャポンによって独自ルートで展開されているディオール、シャネルなどと共に全国各地のデパートにコスメカウンターを設けている 海外ブランドの代表と言える。1970年代には、アメリカの高級車であるリンカーンとタイアップして、内外装をジバンシーが仕上げた特別使用車、ジバンシーデザイナーシリーズが発売されていた。1980年代前半には、日産自動車とタイアップして、同じく内外装をジバンシーが仕上げたローレルの、ジバンシーバージョン、ジバンシーバージョンに、ジバンシーバージョンさんが発売され、 ユベールド・ジバンシー自らローレルの CM キャラクターを務めていた。ありがとうございます。